2022年2月24日に始まった、ロシアによるウクライナ侵略から半年が経過した8月26日、ウクライナ軍が奪還を目指している南部のヘルソン州において、ドニプロ川に架かる3本の橋を完全に通行不能としたことを発表したみたい。これはアメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースなどによって実行されたみたいだな。ヘルソン州を流れるドニプロ川、ロシア語ではドニエプル川西岸の、州都ヘルソンを中心に進出しているロシア軍部隊への補給路となっている橋だから、ロシアにとっては停滞攻撃だよね。そうだね。さて今回は、そんなウクライナ軍が南部でロシア軍の輸送路を攻撃したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍はさらに同日、ドニプロ川の支流に架かる橋へも攻撃を展開し、ヘルソン市の北東約 15km にある橋もロシア軍の補給路となっているとして攻撃を加え、長さ約 100m の橋も通行不能にしていて、このことでドニプロ川以西のロシア軍の補給路を完全に遮断して孤立させる狙いがあると見られているよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は26日に公開されたビデオ演説で、ウクライナ軍の砲兵は占領者の戦闘と後方支援の能力を低下させるのに全力を尽くしていると述べて、当面の目標がドニプロ川西岸地域に展開しているロシア軍部隊の殲滅と、ヘルソン州の州都ヘルソン市の奪還にあることを匂わせたんだ。相変わらずゼレンスキー大統領はリーダーシップを遺憾なく発揮しているね。ヘルソン州を北東から南西へ、二分するかのように流れるドニプロ川には、ヘルソン市近郊のアントニフスキー橋とその近くに架かる鉄道橋の2本の橋と、ドニプロ川の上流約 60km にあるノバカホフカの水力発電所用にカホフカ貯水庫を形成しているダム上を通る橋の3本しかないんだよね。それ以外に戦車などの軍用車両が渡れる橋は、ヘルソン市から 200km 以上上流にあり、現在はまだウクライナ軍の支配下にあるザポリージャまで行かなくてはならず、ヘルソン州においてはこれら3本の橋の通行が通れないとなると、浮き橋などを架橋するかフェリーなどを使用しないとドニプロ川を渡過することができなくなるってわけ。ドニプロ川を渡過して展開しているロシア軍は、大隊戦術群英語でバタリオンタクティカルグループとなり、略称は BTG 10個以上を投入しているとされ、8000人以上の兵力に西側メディアでは1万5000人との情報もあるで、戦車が100両以上と400両以上の装甲戦闘車及び、多数の榴弾砲と多連装ロケット砲が配備されていることになるよ。そのためウクライナ軍は、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイモビリティアーテラリーロケットシステムハイマースや、誘導型多連装ロケット砲システム G マース M270 などから、射程距離 90km とされる精密誘導ロケット弾 M30H や M31 を発射して、ドニプロ川西岸のロシア軍部隊への補給路として重要な3本の橋に穴を開けて通行不能にして補給を遮断するという、いわば養老攻めの作戦を選択したってわけ。アントニフスキー橋は、7月19日からウクライナ軍のハイマースから発射されたとみられる、誘導型マースグーディド MSRS ロケット弾 M30 もしくは M31 の攻撃を、少なくとも8度は受けているとされ、その頂上には複数の穴が開いて橋の構造自体も傷んでいるものとみられ、ロシア軍は戦車や大型の輸送車両を通行させることができなくなっていたらしいぜ。8月22日にはアントニフスキー橋と思われる橋から、炎と黒煙が上がる様子が撮影された動画や画像が SNS に出回り、アントニフスキー橋の穴を修復したロシア軍が補給用の弾薬運搬車両を渡らせていたところを攻撃したものとの情報があったんだ。しかしながら、精密誘導ロケット砲弾といえども、走行しているトラックに命中するほどの精度はないとされ、これはハイマースの攻撃であれば偶然であろうとの見方が多く、弾薬運搬車両を狙ったのであれば橋の近くに潜入したウクライナ軍特殊作戦部隊による、攻撃型ドローンなどを使用してピンポイントで狙った攻撃であろうとの見方が広がっているな。なお、この22日の攻撃によってアントニフスキー橋が崩落したとの未確認情報も出ているんだけど、いずれにせよアントノフスキー橋と並行して架けられている鉄道専用橋と、ヘルソン市の上流 60km にあるノバカホフカの水力発電用のダム上を通る橋に対しても、ウクライナ軍がハイマースなどから発射した精密誘導ロケット弾による砲撃が加えてられていて、どちらも貨物列車や大型車両が通行不能となっており、現在のヘルソン市とその周辺のロシア軍への補給は、イギリス国防省が伝えていた橋家をつなぎ合わせた急ごしらえのフェリーを渡し船のように、運用しながら細々と続けられているだけと見られているんだ。また、ウクライナ国防省は戦術したように、26日にヘルソン市北東のドニプロ川の支流に架かる橋も通行不能にしたほか、ハイマースなど20機以上の長距離攻撃兵器によって、
これまでに50カ所以上のロシア軍の弾薬庫などを破壊したと発表しており、ドニプロ川以西のロシア軍の状況は不明ながらも弾薬、燃料、食料が欠乏して窮地に陥っているとの見方が多いね。その状況下で14日、ヘルソン市の当局者がヘルソン市内に設置されていたロシア軍司令部のほとんどが、ヘルソン市から脱出してドニプロ川の東岸に渡ったと、地元テレビ局の取材に対して語っているみたい。これはすなわち南部戦線のロシア軍司令部が、前線の部隊を置き去りにして後方に撤退したことを示しているとして、このヘルソン市当局者はウクライナ軍の成果であると強調したというよ。そして、ウクライナ軍報道官が29日、ロシア軍が占領している南部地域のヘルソン州奪還に向けて、複数の方面において本格的な攻撃を開始したと発表し、アメリカの CNN テレビがウクライナ軍関係者からの話として、ウクライナ軍がヘルソン市近郊の村を4つ奪還したと伝えているんだ。この報道官によると、ウクライナ軍の補給戦車弾作戦によって、ドニプロ川西岸のヘルソン州にあるロシア軍の弾薬庫を10カ所以上破壊し、ロシア軍が弱体化していることを見極めた上での犯行であるとしたんだけど、ロシア軍の戦力がまだ少しは保たれているとして、占領された地域の奪還は簡単ではないと示唆しているよ。州知事の顧問を務めるセルゲイ・フラニエルソン州議会議員は、地元テレビ局に対して、ヘルソン州全域でロシア側陣地に対する強力な砲撃があったとした上で、これは我々が春からずっと待ち望んでいたことで、つまりヘルソン州の奪還が始まったという発表だと述べたんだ。このウクライナ軍の反攻に対してロシア国防省は、ウクライナ軍がヘルソン州などで反撃を企図しているが、惨めな結果に終わるだろうとして、ウクライナ軍に大きな損失を与えたとの声明を発し、南部戦線のロシア軍がウクライナ軍の戦車26両、装甲車32両のほか、スホイ25攻撃機2機を撃墜し、ウクライナ軍兵士560人以上を戦死させたと発表したんだけど、西側メディア各社はこのロシア国防省の主張における信憑性は確認できていないとしているね。ロシアはプロパガンダが多いからね。映像を添えていても、不明確なことが多いし。一方、ウクライナ、ロシア両国が、それぞれが相手の攻撃であると非難し合っているザポリージャ原子力発電所に、早ければ来週早々に国際原子力機関 IAEA の視察団が派遣される可能性があるとして、ニューヨークタイムズ紙が報じているよ。現在ロシア軍が占拠している同原発では25日の攻撃の際に、原子炉冷却のための送電線が損傷して一時的に電源喪失の状態となり、あわやメルトダウンの危険にさらされていて、26日に IAEA のグロッシ事務局長が数日中に現地入りを果たしたいとの考えを表明していたな。しかし、28日にもザポリージャ原発へのロシア軍による砲撃があったとして、同原発を管理しているウクライナ国営原子力企業エネルゴアトムが、水素漏れや放射性物質の拡散される恐れがあると発表しているんだけど、この砲撃についてもロシア国防省はドニプル川の対岸から3回にわたり原発に砲撃を行ったと主張して、ウクライナによる核テロであるとの非難を繰り返したみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。